もお世話になっています。ヒロです。今日は、視聴者様からの要望がありました。Cレギュレーションの、スペシャルアートの、カードショップでの販売価格を調べ、ランキングにしました。フリマの相場と比較すると、少し高めに設定されているようなので、ご注意ください。昨年の、ポケカバブルの時期の相場と、比較すると安くなっていますね。バブル期の相場や、それ以前の相場も、動画を出しているので、遡ってみていただけると面白いかもです。この動画を見てよかったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではご覧ください。